はい、皆さんこんにちは、ワナリメル氏です。今回は信長の野望創造戦国立志で新しい、武将でのプレイをやっていきたいと思っています。プレイする武将なんですけども、今回はですね、2017年の大河ドラマ井伊直虎女城主直虎の中に出てくる直虎、柴咲コウ演じる直虎の許嫁の役、三浦春馬さん演じるこの井伊直虎でプレイしていきたいと思います。じゃあこの井伊直虎って何者っていうところなんですが、実はこの戦国立志伝、信長の野望創造にはもともとは登場しない武将でしたので、今回はオリジナル武将として作りました。で、年齢は17歳、統率39、武勇46、知略33、政治51。この数字はすべてですね、烈風伝だったかな、天正録だったかな、あの信長の野望の過去の作品で出てきていた時、井伊直虎が登場してきていた時の能力値を反映させました。で、この後大河ドラマ1年間放送されていく中で、井伊直虎がね、いつどうなっていくかっていうのは あると思うんですけども、井伊直虎自身はですね、今川義元に仕えた後、義元が桶狭間の戦いで信長に敗れた後ですね、内通を疑われて今川家家臣朝比奈に暗殺されてしまい、29歳で死んでしまうんですね。のため、一応ですね、いわゆる寿命は29歳に設定しました。なので今17歳なんですが、29歳あと12年間で死んでしまうという設定でプレイをしていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。続きじゃないですね、改めてプレイの方をしていきましょう。で、難易度は超級、シナリオ設定等はいつも通りご覧の設定でプレイの方をしていきたいと思います。大河ドラマすごく楽しみなんですが、井伊直虎がね、今後の信長の野望創造の中のアップデートで登場させてくれたら、その時はその時でまた新しくプレイをしたいんですけどね、今まだ登場していないので、オリジナルで武将を作っています。駿河、遠江、三河の三国を治める大大名今川家。今信直虎はこの今川家に仕えてますからね。この体現節祭は能力値かなり高いですからね。さあここで体現節祭から、義元様は今日にお送りする策にございますということで検索があるようです。そのためにはまず尾張をこの手に収めたいのだがな。我が策なればまずは尾張にございます。そう春、宋、江の三国の名がならばということなので、ここは三国同盟ですね。今川からすると武田と北条と同盟を結んで皇位の憂いを立てば尾張に進出しやすくなるということです。かの者たちも、我々はこのままでは敵が多すぎます。三国が互いに遠征となれば、それぞれ西、東、北へのみ注力できましょう。そうなんですよね。では、コツコツですが内政をやっていきましょう。今ね、本当にその一番楽しみにしているのが新しく始まる大河ドラマなんですが、今まで2年連続で戦国時代を扱った大河ドラマってあったのかな。だとしたらとても
嬉しいことなんですけど、今回に関して言うと本当に戦国時代の後半を描いた真田丸、もあと戦国時代のね、前半を描いた、女城主直虎っていうことで本当に楽しみですよね。で、女城主直虎に関して言うと寿啓にが出てきましたけど、まあ、どこまでその描くかですよね、時代的に。まあ、間違いなくその本能寺の変あたりで直虎じゃない直虎自体は死んでしまうので、そのあたりまでかなとは思うんですが、そうなると桶狭間の戦いから本能寺の変とかね、かなり面白いところまで描かれそうなんで楽しみですよね。で、オリジナル武将で登録しているこの直虎なんですけども、当然もともといる武将ではないので、顔はですね、まあ、凛々しそうな顔を選びました。まあ、三浦春馬みたいな涼やかな絵は残念ながらなかったので。これで木材とタタラバを作りましたね。まあ、最初の領地としては悪くないかなと思います。どうしてもその鉄と木材に関して言えば資源があるかないかでほぼ全てが決まってしまうところがあるので、あったら本当に助かりますよね。この直虎がね、能力値が天正期だかなんだかだと空運録だかなんだかの時はかなり寂しい感じになってるので、ご命令を、先月の収支です。苦戦はしそうな予感はするんですよね。もう少しまともな能力値だったらよかったんですが、能力値がかなり低い。特にその政治だけでも高いとか統率だけでも高いとか武勇だけでも高いとか、何か一つでも秀でたものがあればよかったんですが、どれも50以下、ものによっては30っていうね、なかなか厳しい数値ですね。ご命令を、先月の収支です。あとは水田を作っておきましょうか。水田と召喚、ここいだで一旦ちょっと全国マップの様子も見ておきましょうか。で、全国マップを見ておくとですね、まあ今川家大々名として君臨してます。で、ただ北条がやっぱり例によってもともと大きく、かつすぐに大きくなっていくので、まあ、北条の拡大スピードに近い形で今川も大きくしていかないといけないかなというところですね。で、武田と、まあ、ことを構えるのはよろしくないので、やっぱり、美濃、斎藤家ですね、美濃とあとは織田を飲み込むことができれば、それこそもう武将の質量で困ることはなくなるかなと思うので、まあ、早め早めに尾張に進出していくのが肝要かなと思います。で、どうもその女城主直虎、大河ドラマですね、柴崎コウとかが出てくる、まあ、要は青年になった編みたいなところはですね、最初の3話目だか4話目だかぐらいまでは子役の状態で済んで、その後初めて柴崎コウが出てくるようなので、しばらくの間はね、僕の大好きな柴崎コウちゃんは出てこないのかなと思うんですが、それでもなんていうのかな、
制作した人たちが、まあ、自ら言ってるのでどこまで当てになるのかというのはあるんですが、制作した人たちはもうすごく楽しいと、柴咲コウがいない子役状態のドラマでもかなり楽しいっていうふうにね言ってるみたいなので、かなり期待は大きいですよね。でキャストがねちょっとチェックしてないんですが、当然信長とか義元とかそれこそ家康とかが誰が演じるのかっていうのが、ね、楽しみですよね。 まだチェックしてないんで、もう発表は多分ね義元とかに関しては絶対されてると思うんですよね。で家康、あとは信長あたりももしかしたらもう発表されてるんじゃないかなという気もするんですが、いずれにしてももう楽しみでしょうがない。もうさっきも言いましたけど、一つ願わくば光栄には先月の終始です、この大河ドラマね、真田丸とタイアップしたように女上司直虎ともタイアップして、直虎の中に出てくる武将たちをねぜひぜひアップデートで入れてきてほしいですよね。そうするときっと直虎とかね直近の能力もグーンとアップするんじゃないかなと思うんですよ。表情を始めます。先月の、さあそれでは進出をかけていきましょう。どこに進出するかな。まあ無難に考えるんであればここがいいかな。資源が3つありますからね。ご命令を。先月の収支です。報告いたします。まあ、ここは一旦送っていきましょう。進出がまだ完了してませんからね。で苗木城攻略に備えよと言ってますが、じゃあ苗木城ってどこっていうのを確認しておきましょうか。苗木城は、お、これは遠路はるばる北畠家が攻めてきてんの、今川領に。やめてほしいな。で斎藤道三も来てるか。まあただこの辺りはどうだろう、兵力的にはある程度余裕があるので大丈夫かな。で苗木城は斎藤家ですね。ここをじゃあ攻めるためにお役目主命を達成していきましょう。で主命の内容をチェックしておきましょうね。城下町の襲撃戦が3つに、残りは全部収めろ系か。じゃあ1つぐらいまずはこなしておきましょう、攻略戦を。ただ先ほどお話したように、いい直近の能力ご覧のありさまです。統率39、武勇46、知略33、これでは勝ち目がないな。もうちょっと兵力が蓄えられるのを待ちましょう。表情を始めます。先月の収支です。兵力の数で物を言わすしかない感じだな、こうなると。となると優先的に建設していくのは当然ながら兵舎ということになりますね。で馬があって砂鉄があって温泉がある、うん、悪くない、悪くないよ、悪くないので、あとはここに武家町を建てていきましょう。表情を始めます。先月の収支です。報告いたします。では連兵場を一つこの辺りに作りましょう。でその周りに武家町を建てていきたいけど、武家町が建てる鉄が足りないか。ちょっとじゃあここは我慢して一旦送りましょう。
温泉町があるので統治場も作っておきたいですね。兵力を報告いたします。やっぱりちょっとでも早く回復させるっていう意味では、で内域城の攻略戦に参加するためにはやっぱり兵力がある程度ないと、この直近の能力値では正直厳しい。バシバシ兵舎を建てていきましょう。受刑人がバシバシやってくるね。それにしても表情を始めます。先月の終始です。金もないと。受刑人が半端ないな。ガン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 終わらせてくるな。ご命令を。先月の収支です。さあお金と鉄と森と、森じゃない木材だがね入ってくればだいぶ助かるんですけどね。で兵糧はこの後入ってくる月になるので、そうすれば多少出兵する時の懐具合が楽にはなるかなと思いますが。ご命令を。先月の収支です。町づくりっていう意味では資源的にはだいぶ恵まれてますね今回は。なのであとはその能力を、特に戦闘面での能力をね補うための兵力数、表情を始めます。せめて兵力数だけ潤沢に持っておかないと、まあ大きな戦いに参戦しても何もできないまま散っていく定めになるので、まあ、それはね避けたいところではありますからね。まあ、鉄木材に関しては割と安定的に供給を受けられる状態なので、あとは兵舎、商人町、この辺りを重点的に、築いていきましょう。まあ、特に兵舎かな。先月の収支です。常に1万規模の軍勢を率いて出陣しないと多分活躍の場があまりないんじゃないかなっていうぐらいね、悲しい能力値ではあるので。さあこれで南駅城の攻略戦に入ることができますね。では一度全国マップに戻ってですね、今その内気城の攻略戦を行って勝機があるのかどうかという見極めをしていきましょう。で今内気城はここにあって兵数3587で、今今川はどこにも攻められていない状態が作られているので、今まさに内気城を攻める後期ですね。では内気城の攻略戦をやっていきましょう。まあこの直近の能力で呼ばれるかというのはあるんですけどね、戦闘に。
上場を始めます。先月の収支です。ここまでのところ呼ばれる気配はない。で、次はそうだな、お、ここがいいね。館が作れるのでこの周りに兵舎をパワーンと作っていきましょう。ちょっと全国マップで内騎城の攻防戦が行われているのかどうかチェックしていきます。お、内騎城の攻防戦が行われているし、ここでは名古屋城を攻めてるね、松平元康のちの徳川家康ですね。で、岩村城に対しては大久保が攻めてるけど、ちょっと数が足りないかな、さすがに。この内騎城はまだ軍勢としては出ていないか。順番で言えばやっぱり岩村城が先なんだろうな、きっと。内騎城を攻めるには場所柄どうにも進みようがないからな。内騎城ではなく対織田戦線か。まあ、ここはじゃあ出陣していきましょう。何、信長が来てんの。いやー、なんか勝てる気しないな、やるとすると。信長相手に、まあ、うまく挟み込みましょう、信長。案の定壊滅しやがった。で、信長と一騎打ちか。続け。なんかまずい展開だな。力見せ、見せてやろう。やられたな、やられたな。ちょっとさすがにこの能力値でいきなり信長と相まみえることになるとは思わなかったな。もし本当に攻めるんだったらもうちょっと総力戦にしてくれないと。吉本さんもこれじゃ勝てないですよね、今の今の戦い方じゃちょっと勝機がないよな。まあ、ただ次岩村城の攻略になってますが、岩村城の方が多分攻めやすいはずですね。内騎城よりは舞台が多分集結しやすいんじゃないかなと思います。まさかいきなり信長と相まみえることになるとは思わなかったけど、一応先方はですね赤鬼をつけました。まあ赤備えの上位互換的なものだと思うんですが、まあいいといえば赤備え赤火ということで、まあこの時はまだもちろんそんな大それたものではなかったはずではあるんですが、まあなんとかというかそのままというか。まあいいだからという安易な感じではあるんですけど、ここは何作れないのか、何も。マジか、しょうもないところにもしかして進出しちゃったけ。で、ここは木材か。なるほど、武家町をいっぱい作りたかったんだけどな。となるとここに練兵場を建てて、この練兵場の周りに武家町を建てるパターンにするか。金がないね、相変わらず。
まあ、統治上は一つですが作ってあるので、これで兵力の回復に努めましょう。で、あとは武家町をこの先ほど建てた連兵所の周りにばらまいていきます。岩村城をね、攻めるときには最低でも兵2000ぐらいは欲しいよな。先月の収支です。報告いたします。まあ、今のままだと少なくともまともな戦いは期待できない能力値にはなっているので、まあ、その赤鬼をつけているとはいえ赤鬼が発動するのに時間がかかる上に、赤鬼が発動しても今の能力から大幅に攻撃力が上がるよ、防御力が上がるよっていうだけなので、もともとが低いと、まあ、なんて言うんだろう、大幅に上がったとしても知れてるところはあるので、どうしてもね、もともとの能力値を考えるともう少し兵力がある状態で戦いに挑んでいかないと、まあ厳しいかなって感じですね。まあやっぱり兵力は大いに越したことはないけど、少なくとも能力値の低い武将の場合には兵数が全てと言っていいですからね。ご命令を。先月の収支です。そしたらちょっとこの辺りからですね、この先の展望を見据えながら内政の方をやっていきたいなと思いますが、内政の方は少し進めておきます。で、次回ですね、岩村城の攻略戦始まるところからお届けをしていきたいなと思いますので、今回は一旦ここで終了にしてですね、新しい大河ドラマ女城主直虎、楽しみですが、こちらのシナリオの方もですね、合わせてお楽しみいただければ嬉しいなと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。